ね、あの滝沢に着くっていうところですね、はい、やはり全国的な選手、あの追い込み選手ですね、どこにでも位置があると。寺内さんは今度は滝沢中野というね、はいはい、まあ、僕は滝沢の3連覇、過去の中井光の3連覇に、ちなみましたね、本当ので3連覇。さあ、それではご3人の狙い目、簡単にご紹介いたしましょう。今選手が出てまいりますが、簡単にこの狙い目をご紹介いたします。9人の選手がバンクに姿を現してまいりました。1番の井上が最高峰におります。中野、滝沢、佐藤、高村、安彦、清島、井上、藤巻、この9人のメンバーがバンク内に姿を現しました。果たして井上重則が五冠プラスグランプリ、グランドスラム、ね、グランドスラムね、それを達成するか、はい、あるいは中野が不死鳥のようによみがえる、滝沢が中井光雄選手以来30年ぶりにこの宮杯3連覇なるか、この辺が大きな注目点でございます。改めて選手ご紹介いたしましょう。1番井上重則佐賀、2番中野光一福岡、3番滝沢正道千葉、4番佐藤正人岩手、5番高村敦北海道、6番安福陽一大阪、7番清島明和東京、8番井上薫大阪、9番藤巻昇北海道。なお先ほど、狙い目の方ご紹介したんですが、福島さんが1331、それから21、寺内さんが2321、中村さんが1312、そして穴として寺内さんは2552、中村さんは62、中野がまくって藤巻、こういうところが大穴ですね。なんといってもこの井上選手のグランドスラム、すごいですよね、はい、今まで山本誠二さんとですね、松本克明さん、みんな挑戦してるんですね、それでやはり高原英吾さん、今なき平間正樹さんね、はい、僕も挑戦したんだけどダメだったわけですね、なんとか達成してほしいですね、はい、特にあの井上選手ももうじき30歳になるわけです。その前にこのグランドスラム達成したいというね。そうですね、はい、一方滝沢は27歳、この琵琶湖競輪の3連覇、これもすごいですね、3連覇もね、はい、今まで中井さんだけですからね、30年ないですからね、まあ、滝沢君は宮杯出てきて負けたことないですもんね、はい、必ず全部取ってるんですから、2度しか出てこないけど。さあ、あとは中野がバンクレコードを出しまして、その勢いを買ってこの井上そして滝沢を蹴散らして1着でゴールをするかどうか、またあと福平陣がどういうふうに動いてくるのか、拡大してくるのかというね。安福出ましたね、はい、6番ですね、6番の大阪の安福がスタートを取っています。こうなりますとこの安福井上は、まあ、あの一応前でも、そうですね、はい、やはり7番の清島井上が後ろですね、はい、これは何でかと言いますとですね、井上が後ろについてないとですね、あのまんまですね、清島選手の前に、滝沢選手の前に清島選手が入ったらもうやはり日本一の選考選手と日本一の選考選手が並ばれたらもう競争はできなくなっちゃうんですね、はい、そこを分断ということでこういうスタートなんですね。ちょっとその後方ですが、3番の滝沢、それから1番の井上、中野、中です、ね、はい、そして藤巻、高村と北海道勢がこの中野の後ろについています。それから4番、これはもう今様子見でしょうね。そうです、佐藤はね、この時に乗り換えるからですね、はい、北海道の後ろについててもやはり番手がちょっと悪すぎますからね、一つ前行って勝負をかけてみようかということですね、うん、先ほどの福島さんのお話にありましたように、清島、井上、そしてこの両者が上がっていった時に6番の安福がそこに、そうです、前に入る、はい、あの井上の後ろですね、だ佐藤はどうしても3番手なわけですね、はい、4番手ですね。この優勝戦は6周回3000メートルで行われております。ほぼ隊列は固まりました。一列棒状の形になって、さあ、あとはこの清島がまずどこでこうね、そうです、上昇してくるかと。7番が動くんですけどね、はい、この時もやはりなんか単調にこう見えますけどね、選手の中あの作戦というのはこの中でも変わっていくわけですね、はい、はい、スタートする前とスタートしてから並びが違ってくることはありますから、スタンドの方は本当にどよめきがずっとこの選手の行方を追いながら大きな迫力となって押しかかってくるような感じがいたします。依然として一列棒状の形です。ホームに戻ってまいりまして、あと4周回、さあどうでしょうか、動きが出てくるのは赤番通過、そうですね、やはり金子選手のやはり先行日本一のテクニックがどこでですね、はい、飛び出すか、これはなかなかこのレースの見どころですね。その7番が清島一勝です、ね、その前ですからね、はい、早めに上がるでしょうね、はい、やっぱり大阪が2人前後にいますからね、はいはい、これ自分の真後ろ大阪ですからね、これまた清島選手、そうですね、清島選手は3番の前にどうしても入りたいわけですね、そうですね、ですからね、滝沢選手を引き出してやはり持ち味を出して先行したいという、
ことを考えてると思います。滝沢として見れば薄む後ろに井上がいる、これもちょっと嫌な感じは感じですよね。そうですね、やはり2枚看板、これがでも抜くか、そう、これが男の勝負だもんね。そうなんですね、あと3周です。依然として隊列は変わりません、スタンドの方から大きな声援等が飛んでおります。やはり2番の中野選手は楽にリラックスで回ってますよね、井上選手の後ろですからね、スタンドが一段と上に行ってまいりまして、7番の清島がじわじわっと上がってまいりました。当然ここで6番スタートを取った安福、これがまず8番の井上が行って安福が3番手、はい、さあ3番の赤いユニフォーム滝沢は4番手であります。その後ろに井上、中野、さらに北海道ライン、佐藤は現在のところ北海道ライン最高峰、岩手の佐藤雅人、まあ、このまま滝沢選手はこのまま、ショートマークでできますから有利な展開ですね。そうですね、4番手マークですね。4番佐藤選手が来ない限り楽ですね、3番の滝沢はまだ4番手じっと我慢です。このままジャンを迎えますか。バックに入ります。ここで鐘が鳴らされま す、ね、ジャンが入りました、ね、さあ残りあと1周半、徐々にピッチが上がってまいりました。滝沢選手のペースですね、はい、後ろを見ながら7番の清島明和がマイコン走法、1キロ走法です。さあまだ滝沢は待っていかない、僕は待つか、大きく頷いて残りあと1周を切っています、あと1周を切っています。さあ7番の清島が今先行体制に入った、先行体制に竹田と同時に3番の滝沢もまくっていきます。滝沢も行く、滝沢も行く、その後ろに1番の井上です。どうやら滝沢がまくったようだ、まくり切ったようであります。3番1番それから2番それに9番であります。滝沢がまくった、さああとは直線勝負、1番の井上が刺すかどうか、3番手が中野、さあ中野がまくった、中野がショートまくり、中野がまくっていった、中野まくった、これを1つ張った井上であります。さあ直線勝負、3番の滝沢が逃げ切るか、どうやら逃げ切りそうだ、滝沢3連覇達成。手を挙げた滝沢正光、30年以来の大記録、宮杯3連覇を達成いたしました。滝沢正光2着は1番井上、そして3着はショートまくりを敢行した中野か、最終の確定が出るまでお待ちをいただきたいと思います。いや最後は力の入った寺内さん ね、大一番だったですね。まあ鬼足のね、井上選手を真後ろに置いてね、はい、そして堂々と男勝負しましたね、はい、滝沢は。あれ井上選手が抜けなかったというのは中野選手がここで来たんですね、そうですね、その分外に張ったんですね、はい、ここでちょっと外に張ってます、その分遅れましたね、うん、これですから結果論になりますけど、はい、福島さん、はい、結局中野がまくってくれたおかげで滝沢が逃げられたと。そうですね、まあ、九州両者で滝沢を助けたような格好になりました、はい、しかし9番の藤巻もここいい足、3着は北見巻ですね、藤巻ですね、やはりこの辺は藤巻選手はすごいですね、はい、まあ、今のレース形態からいきますと中村さんのおっしゃる通り、あそこで2番の中野がショートまくりを敢行して ね、あまよくばというところまで行ったんですが、ね、ただちょっとこれは無理ですね、こういうケースでまくるっていうのは一か八かだけだと、まあ、しかし中野選手としてもね、はい、これはもう一気にまくり切って頭ですよ、これ狙ってますからね、やっぱり、まあ、意欲はありますよね、はい、何もしないでただそうです、くっついて流れ込みと違います。確定が出ております。1着が3番の滝沢正道、2着が1番井上重則、3着に9番藤巻昇が入りまして、ご覧のように3番1番530円こういう配当でございました。最後は収まるところに収まった、しかしそれにしてもこれ配当はともかくといたしまして、福島さん、はい、